はい、えー。皆さん、こんにちは。えー、レクセン二講師の雲野です。 それでは、えー、今日はですね令和2年の司法書士試験、えー、合格者のお二方を招きまして穴山さんと木内さんです、えー、これからですね勉強を始める方もしくは始められている方のに有益なですねお話を伺いたいと思います、えー、お二方はですねあのお1年目はあのレックの初級講座私のクラスなんですがこちらをおまあ受講されてそして2年目に実践力パワーアップ講座を受講されて2回目で合格をされて ておりますで今日は少しあの司法書士のレックの討練これをどのように活用したかについて伺っていきたいと思いますではまずあのお二人とも討練実力養成討練ファイナル討練どちらで受けました穴山さんど,どちら通学か通信かえっ、ー、と討練はえっ、ー、とあれですねまあ通学じゃない方ですね <laughs> あの 通信、まあ通信といつ自習室のよあの自習室でま問いてはいましたね。で、もしは会場の雰囲気を味わうためにあのまあ、通学というか会場受験させていただきました。はい、ありがとうございます。はい、じゃああの久地さんはどうでした？はい、えっ、ー、と実力養成編はえっ、ー、と会場で受けました。で、ファイナル編はえっ、ー、と一回目は会場で受けたんですが、二回目からはあのー、もう えと自宅で受けてください、全員自宅で受けてくださいという形にう、ねはい、なったので、えーと、自宅で受講しました。はいいありがとうございますそれではあの実力養成編とですねファイナル編があるんですけれども、まずあの実力養成編の良、えー、かった点、ないしは気をつけていた点なんかをちょっと教えていただけますか、じゃあ、穴山さんからお願いします。はい、まあ、よかった た点は、えっと範囲が決まっていたことですね。僕の時は十二回、合計十二回で範囲が、えー、まあある程度、まあ一週間で養州 で、きるぐらいの、あのー、量えっ、ー、と、逆に気をつけていたことなんですけれども、まあ僕は結構ストイックな方だったので、あの30を絶対下回らないっていうことを意識してました。択一だと30を下回らない。えっ、ー、と、記述だと沸騰、昇、えーまあ、と二台、1台ずつあったのでそ、それも両方30を下回らない。ないし、満点を取るという、記述は満点を取りに行くっていう。 ぐらい、あの、高めなハードルの設定をしていました。はい、予習ありだったので。はい。はい、それで,では、同じ質問、九さん、お願いします。はい、えっ、ー、と、実力養成編に関しては、えっ、ー、と、私も30というところを、あの、目指していました。で、まあ、それは、あの、運の先生からも、あの、直前というか、あの、結構あるので。で、えっ、ー、と、私自身の、まあ、勉強法というか、まあ、成功。 スタイルなんですけどあの一番最初にこういい形で入れると、まあ、その後もあも実力が持続するというタイプだなということを自分で把握していたので、まあ、30は絶対下回らないというふうに思っていましたあとは、えー、と前年度も実力を制限を受けていたので,でその時の、えー、と実際の成績の分布っていうのも見て大体もあの受験者の まあ10%以内に入るためには何点取らなければいけないっていうのはまあ前年のデータで出ていたので、じゃあ,あの今回その回だとまあ何点以上でそうすると確一で何点以上、記述で何点以上取らなければいけないっていうのが見えてきたので、そこはまあ具体的にイメージをして、でそのために勉強するということをあの意識づけてやっていました。はい、ありがとうございます。じゃあお二人とも予習ありで実力要請は受けられたんですよね。はい、じゃあ復習はどのようにやってました。 復讐、あの、さあのー、 勉強法のところでもあのちょっと一部紹介させていただいたんですけど僕の復習はもう本当に簡単で別にトーレンだろうが模試だろうが間違えたところを書くっていうただそれだけなんですよね例えば、えー、とトーレンの、まあ、足の一つが分からなかったでそれは本来であれば分からなければならない足だったとしたらそれをひたすら書きますその一文を、まあ、ひたすらって言っても5回ぐらいなんですけど書いてはい覚えましたって言えるぐらいまで書きます ありがとうございますじゃあ。木内さんは実力要請の復習はどのようにやっていたか教えていただけますか。はいえー、と実力要請の復習は、えー、とまず僕はその受けた日のその日中に復習を終わらせるということを決めていましたでそのためにはあの正解した足というのはちょっと見ている余裕がなかったので間違えた足を見ていましたで、えー、と解き直しというのを必ずしていて大体もうなどんな問題が出たのかを忘れた今2週間後ぐらいですかねで解き直しをしをて、 でそうするとあの実際に最初に解いたときにあのなんとなくで丸をつけていたところとかもそのときにあの初めて復習するタイミングが出てくるのであの、まあ、実力要請の答弁を受けてでその2週間後にあの解き直しをするというのをセットで行っていました。 はいい、えー、ありがとうございますではあのファイナルトーレン、えー、がです、ね、そのあとスタートしていくんですけれどもファイナルトーレンになると範囲指定がなくなるでこのファイナルトーレンは全6回なんですけれども、えー、奇数回が午前、えー、科目で偶数回が午後科目で、えー、記述は毎回2問ずつついてくると、えー、これについてはあのどのようにあの気をつけて、えー、勉強していたかちょっと教えていただけますか。さんお願いします えー、ファイナルトーレン、まあ、一応午前、午後って決まってるんですけれども、えっと、実力要請の時みたいに細かい範囲指定はないので、僕はもう本当に過去問をただ回すっていう作業をしてました。特にトーレンに向けて何かこうあの決めてやるっていうものではなかったですね。まあ、ファイナル解いてみてみ実際 感じてたんですけどあの選択肢一つ一つの,その難易度がすごい高いんですよなのでそのやっぱりどうしても予習してても取りきれないものとかがあるのでなんかそういったこう ちゃんとインプット作業ができてるかなっていうのの確認というよりかは、あのどれぐらい自分が消去法を使って解けるのかとか、よりそうです、ね、テクニカルな部分といいますか、この知識はいる、この知識はいらないっていうのを、えー、意識するようにあの、ま、勉強もそうですし、ま、実際の本番の時もそうですしっていう、ま、意識であの勉強はしてましたね、消去法どれぐらい使えるかっていう形消去法で解いてました、僕は。はい質問のあ 変えてまし,てましたよ、ね、うーん結構重要度の星がついてるけどこれって僕勉強した記憶があるなっていうのもやっぱりちらほら散見されてるのであの星が本当にあの自分の重要度とじゃあかみ合ってるのかって多分違うと思うんですよねなので本当にこれっていらないですかこの 回答を参考にしちゃって大丈夫ですか？っていうのはそうですね。あの週に1回は必ず <laughs> 先生のところに行って聞いてましたね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、あの q さんファイナル編は、えー、いかがだったでしょうか？何かやり方の工夫とか、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。えっ、ー、とファイナル編はえっ、ー、とファイナル編からまあえっ、ー、と完全に。 本試験のまあ午前、午後と,えとまあ同じような時間,帯時間帯というか時間配分になります。でえー、とそのじゃあ時間配分をどういうふうにするのかというのはかなり意識をし始めたタイミングです。でえー、とまあ午前であればその2時間の中で35問を解くというところなんですが、えー、と私も基本的に1周目はあの組み合わせで解くんですが、あのまだ全然時間が余るので、で2周目で前足検討して、でそういうふうにしたら、 今まであの丸だと思っていうかつけていた足がやっぱりこう変わったりすることというのをあの実感をしてあ自分はこういうふうに問題を読むんだなという特性を見たりしていましたで空数回に関しては本当にもうえっと3時間の中でえっと卓一35問記述不等法1問小等法1問を解くというところであのもう3時間の中でどういうふうにあの自分の,あの思い描いているものを表現するのかというところを意識してやっていきましたはい、えーあの キュさん学習法のところで、す、え、べ、ー、て個数問題みたいにして、全部の足の整合を判断してたって言ってましたけど、はい、ファイナル編の復習の時もそれやってましたあ、えー、とそれをやっていたのは過去問のみで、えー、とファイナル編になると、もはやその本試験でどういうふうに解くのかという視点で、あの復習をしていたのであの、もうその選択肢を消すことはせずに、あのじゃあ、自分が本試験でぱっとこれの問題を出されたら、どういうふうに解くのかっていうので、まあ、基本的には組み合わせで解いていました。 はい、えー、ありがとうございます。ちょっとこあの昨年度は、えー、試験の日程が変更になってしまったので、若干いつもの年とは違かったと思うんですけれども、ファイナル編の問題ってトータルで何回ぐらい解きました、安西さん。と記述はですね一回ですね。復習は一回だけです。あの本番とまあ復習計二回。で、託いはえー、っとまあ復習の 復習する時すぐ終わった後に復習するときに、まあ、1回見てあとはあのちょっと特殊かもしれないんですけどあの過去問他の、えー、と模試ですとかあの、まあ、模試ですかね他社さんの模試とか受けてあこの範囲そういえばあったなみたいなときとかにこう、まあ、もう1回取り出してみてあのあ、こういう問題こういう足だったなっていうのに使うぐらいでなんか3回も4回もは解いてないです。はい ありがとうございますじゃあ、木内さんは何回ぐらい解きましたはいえー、と記述に関しては、あの実際に、まあ、え状、ー、と,というか、えーと、解いて、本番で解いてで、解けたなって思うものに関しては、まあ、本当に軽く復習をするぐらいで、多分解き直しない問題もあると思います。で逆にあの解けなかったなって思うもの,うものはあの、日頃、記述をやる時間帯に、まあ、解き直しをして。 で溶けなかったらもう一回っていうので本当にまあ溶けるまでやっていました。で択一の過去問に関してはえっ、ー、と直前期にあのうの先生の直前択一過去問縛り込み講座というのを取っていたんですがその時にあの。 もしとかトーレンとかを入れたい人はこのタイミングで入れた方がいいよというのがあったので、えー、とそのタイミングで入れてましたなので、えー、と本番で解いたのとあと解き直したのは2回ですかね卓一に関してはあの今回延期期間もあって結構準備期間もあったのであの2回解き直しました はい、えー、ありがとうございます。えー、それではあの今回はですね、えー、お二方、えー、2年目合格、2回目受験で合格されたお二方を招きまして、えー、レックのですね実力養成討論とファイナル編の活用方法、えー、お話を伺いました、えー。レックの実力養成ファイナル編毎年ですね、あの非常に精度の高い問題をですね皆さんに提供しておりますので、えー、ぜひですねこれらを利用して合格していただきたいと思います。それではあの今日はお二方に貴重なお話をいただきました。えー ありがとうございます、えー、では以上で、えー、当連の活用法についてお話を終了させていただきますご清聴どうもありがとうございます